ダルメキア軍じゃないの。グッズを探さないと。先を急ごう。見て、あの鐘楼よ。ああ、急ごう。グッズはまだかしら？こっちだ、グレイブ。やっと会えた。グッズ、無事だったか？ひどい目に遭ったよ。よし、ここを離れよう。ジョシュア様、危険です。早く避難を。どうしてこんな、何かあったんだ。君は例の件を、僕は彼を止める。ジョシュア様、
フェニックス。そんな調子は。バハムートと戦ってる。ジョシュア、ジョシュア。巻き込まれるわ。離れましょう。待って、ジョシュア。今行く。ジョシュアだ。ジョシュア。俺らクライムだ。やめよ。ここからじゃ聞こえない。ジョシュア。コアの方へ行ったわ。ジョシュアのことならきっと大丈夫よ。これまでの奴らとは別格らしい。どうしてくれそうにないわね。そのようだ。まったく、どんどん強くなってる。考えるのは後にしよう。今はとにかく俺たちのなすべきこと。ええ。何が？まさかお前も、お前もオリビエを渡さない。オリビエだけは誰にも渡さない。それがシルベストルとの間にできた子ですか？なぜです、母上。なぜ裏切ったのです？大罪人が！答えなさい。北の野蛮人の娘、生かしてやっていた恩を忘れたのか。エルウィンという男はロザリアを守るため人水しすぎた。国などという入れ物にどれほどの価値があるのか。父上は国を守っていただけではない。そこに住む民を守っていた。たかが民草を守って何になる。真に守るべきはそれを滑る者、そしてそのための高貴な血だ。血筋さえ絶えなければ国は作れる。民草を生み増やすことさえもな。私の血、そして私の腹から生まれた子、高潔なる血さえあれば世界を滑ることができる。だからザンブレクにロザリアを売ったのだ。バハムートを生むルサージュの血をも取り込み、この地上に君臨する最も高貴な子を成すためにな。そんなことのためにロザリア公国。あなたにはもうジョシュアがいただろう。何を言う。お前はドミナントに覚醒しないばかりか。父親に似てたくましく、しぶとく成長して、その強さはジョシュアにこそあるべきだった。強い着難は妾の子に違いないと周囲に笑われ、フェニックスを持つ子は病弱。彼女の腹には重かったのだと下からそしりを受ける屈辱、決してお前などには分かるまい。お前さえ、お前さえフェニックスを宿していれば。それでも幼いジョシアはあなたの期待に応えるために国を担う重責に耐えていた。だから俺は盾となった、ジョシアを守るために。だがあなたは何をした。耐え難い現実から目を背け、ただ逃げただけじゃないか。俺たちを捨てて。
ジョッシュは私の哀れな子。あの日あの子は助かるはずだった。そのための迎えも。なのにどうしてお前が生き残ってジョシュアが死んだのだ。あなたは本当に何も見えていないんだな。外を見ろ、ジョシュアはそこにいる。バハムートと戦っているんだぞ。何が？まさかお前も、お前もオリビエを渡さない。オリビエだけは誰にも渡さない。それがシルベストルとの間にできた子ですか？なぜです、母上。なぜ裏切ったのです？大罪人が！答えなさい。北の野蛮人の娘、生かしてやっていた恩を忘れたのか。エルウィンという男はロザリアを守るため陣水しすぎた。国などという入れ物にどれほどの価値があるのか。父上は国を守っていただけではない。そこに住む民を守っていた。たかが民草を守って何になる。真に守るべきはそれを滑る者、そしてそのための高貴な血だ。血筋さえ絶えなければ国は作れる。民草を生み増やすことさえもな。私の血、そして私の腹から生まれた子、高潔なる血さえあれば世界を滑ることができる。だからザンブレクにロザリアを売ったのだ。バハムートを生むルサージの血をも取り込み、この地上に君臨する最も高貴な子を成すためにな。ためにロザリア公国。あなたにはもうジョシュアがいただろう。何を言う。お前はドミナントに覚醒しないばかりか。父親に似てたくましくしぶとく成長して、その強さはジョシュアにこそあるべきだった。強い嫡男は妾の子に違いないと周囲に笑われ、フェニックスを持つ子は病弱。彼女の腹には重かったのだと下からそしりを受ける屈辱、決してお前などには分かるまい。お前さえ、お前さえフェニックスを宿していれば。それでも幼いジョシュアはあなたの期待に応えるために国を担う重責に耐えていた。だから俺は盾となった、ジョシュアを守るために。だがあなたは何をした。耐え難い現実から目を背け、ただ逃げただけじゃないか。俺たちを捨てて。ジョシュは私の哀れな子。あの日あの子は助かるはずだった。そのための迎えも。なのにどうしてお前が生き残ってジョシュアが死んだのだ。あなたは本当に何も見えていないんだな。外を見ろ、ジョシュアはそこにいる。バハムートと戦っているんだぞ。ジョシュア！クソ、とどめを刺すつもりか。そんなこと俺がさせない。クライブ！